里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあプロ野球も開幕しまして、はい、まあもうだいぶ今も多分ね、いろんなメディアで話題になってるのと僕もいろいろ聞かれるんですけども、はい、今日のテーマはこちらです、はい、開幕ダッシュは必要か否かです。おお、いやこれはした方がまあいいんじゃないですか。賛成派？開幕ダッシュは絶対せなあかんやろっていう。あ、まあ、絶対とは言わないけど、するに越したことないじゃないですか。だってでもなんか開幕ダッシュ大事で10勝一番乗りとかってすぐ言うじゃん。あ、まあ、それは報道しますよね、うん、もう早くも10勝とか、うん、俺はどっちかっていうと、はい、え別にそんな関係ないんちゃう、トータルなんだからみたいなっていうのがもう持論。あ、まあ、長期戦だしみたいな、うん、だから大げさに言うとね、うん、開幕10連敗しても、うん、次の日から20連勝したら貯金10じゃん、うん、はい、だ開幕ダッシュしてんのって言ったらしてないじゃんね。でも貯金10よ、はい、っていうのが俺の持論。あ、でも借金を返すのって意外と大変ですよ。まあそうなんですけどね、はい、でもそういうのも、うん、だから日本ハムがね、あれ2006年か7年か忘れちゃったんだけども、はい、交流戦入るまで最下位だったのよ、はい、交流戦で、うん、貯金10以上ぐらい作って、うん、優勝して、はい、終わってみたら1位になってた交流戦で、はい、そういうのもあるわけよ、うん、まあ、確かに DeNA とかも最下位で入って交流戦で上がってくるとか、うん、逆によ、うん、交流戦までで首位で入って交流戦で下位に行くっていうパターンもあるのよ。 ありますね、交流戦変わり目ですよね、うんうん、だから、うん、俺は別にそんな、いやそれはしないようにした方がいいかもわかんないけど、うん、そんな大声出して開幕戦ダッシュ必要ですみたいな、はい、えっていうのが俺の持論、うん、まあもうそんなもう絶対とは言わないですけど、うん、貯金はあるに越したことはない、うん、でもそれあるに越したことないけどね、はい、だから、はい、これをエンドレスで言い続けてもよ、はい、結局この論争は終わんないじゃん、はい、まあそうですね、うん、だから今日はね、はい、思い切って過去10年のリーグ優勝したチームの開幕、はい、だからあの大体15戦ぐらいだから5球団、はい、だからなんかそのスケジュールによっては全チームと対戦しないで15試合ぐらいが終わるところあるんだけど、うん、まあ、基本的にはまあ3連戦ずつやったら相手の5チームと15試合、うん、でこの5カードっていうのを一つの目安として過去10年間のリーグ優勝したチームの開幕戦の勝敗調べてきました、はい、おお、ってことは15試合中何勝してるのか、何勝何敗、うん、でもよ、はい、開幕ダッシュって言うって考えたら、はい、10は勝ってるよね。開幕ダッシュ、そうダッシュって考えたら貯金5ぐらいは最低いるくない？そうですね、だって貯金1でよ、はい、開幕ダッシュって言わないじゃん。そうですね、8勝7敗で最初の2カードこう連勝連勝、うん、3立て3立てとかすると、うん、開幕ダッシュおーしてるなってイメージはありますよね、うんうんうん、また貯金も5ぐらいかやっぱ欲しいですかね、うん、だって15試合ぐらいしたら多分10勝ぐらい、はい、10勝一番乗りっていう感じが出そうじゃん、うん、はい、だから15試合して開幕ダッシュっていう考えたらもう10か10勝貯金1じゃダッシュじゃないもん ね、1とか2じゃね、まあまあそれ ほぼ半分ですね、うん、10だね、はい、っていうところで調べてきて、はい、だから去年がちょっとイレギュラーなシーズンだったんで、はい、過去11年間調べてきました、うんうん、でちなみにですね、去年でいうと、はい、パ・リーグ覇者はソフトバンクですね、はい、ソフトバンク、開幕戦、うん、ロッテに勝ちまして、はい、その後、2連敗、うん、で次のカードの西武初戦負けて2勝1敗その後西武6連戦だったんで、はい、去年は、ね、同一カード6連戦だったんで、うん、西武とですね、2勝4敗で負け越し、あら、でその後日本ハムの、6連戦が3勝2敗1引き分けで、うん、トータル6勝8敗1分けと負け越してます。あ、本当だ。でもソフトバンクってイメージ的にはどんどん良くなっていくようなイメージが強いです。そう、だからもういきなり去年のソフトバンクは開幕ダッシュしてないんだよ、うん、してないですね、うん、で逆にジャイアンツ、うん、開幕カード阪神に3打で、はい、はい、でしたね、うん、で広島に1勝1敗1分け、はい、ヤクルト2勝1敗 DeNA2 勝1敗中日2勝1敗全チームに勝ち越して10勝4敗1分けスタートこれはもう開幕ダッシュだね、はい、ここまで来ると、はい、でそのまま優勝、うん、そう、そのままこのキープしましたもんね、うん、この調子良さを。でも19年も巨人2連覇だから19年も優勝してるんですけど、はい、開幕広島戦は2勝1敗勝ち越し、うん、で阪神3立て、はい、DeNA は1勝2敗、うん、で中日は1勝1敗、ヤクルト1勝2敗と
8勝6敗あ、まあ、だから貯金に勝ち越してはいるけどダッシュではない、ダッシュでないね、うん、で逆に西武19年、はい、開幕ソフトバンクに3連敗、はい、でロッテに3連勝、うん、で日本ハム楽天オリックスといって7勝7敗です、うん、5割、うん、5割か、勝ち越したの西武の18年の11勝3敗だけです。へえ、あとは17年のソフトバンクも6勝8敗で負け越し、うん、16年の日本ハムも5勝8敗で負け越してるんですよ。へえ、確かにパ・リーグ見る限りそこまで関係なさそうな感じは出てますね。そうなんです、だから10年まで振り返ってもだから11年間で勝ち越したのが7回、うん、負け越し3回で引き分け1回なんですよ、うんうん、でしかも大幅に勝ち越したのって18年の西武の11勝3敗だけで、うん、あとはそんなっすね、まあ、14年のソフトバンクは9勝5敗で貯金4がそれについて最大、はい、でもそんな10勝したの1回だけ、はい、その18年の西武だけ、うん、あとは全部だって16年の日本とか借金3、4、本当ですね、いきなりスタート、うん、だってスタートの5カードでソフトバンクに2勝1敗で勝ち越しただけで、はい、あと5割もしくは負け越しだもん、うん、確かに、でも結果優勝、うん、だからまあじゃあスタートはそんな関係ないって、うん、このパリーグ見る限りはそう思いますね。そうですね。でセリーグはちなみに過去11年間で9回勝ち越し、はい、で12年の巨人だけが5勝8敗で負け越してるんですよ、うん、中日が11年は7勝7敗タイですね。で10勝以上したのは20年の巨人、17年の広島、うん、で13年の巨人だけです、はい、まあ、ほぼ勝ち越してはいるけれども、うん、そんなに貯金めちゃくちゃ作ってるわけではないですね。そうですね、だからこれを見て言えることは、うん、特にセリーグは5カード終わった時に借金してたらほぼ優勝ないですね。まあまあそうですね、はい、統計上は、うん、はい、もう中日のね、その12年の巨人だけなんで、うん、まあ、確率的に言えばよ、はい、5カード終わって負け越したら残念っていうまあ優勝はちょっと遠くなってくるかなって、うん、ちょっと厳しい、うん、データ上、はい、過去ねそういうチームがいないんでね、うん、はい、でパ・リーグの場合はここ近年はもう負け越しても優勝してるのよ、うん、そうですね。そういうチームってどっかで大型連勝があったりとか、うん、突き放すところがあるんでしょうね。そうですね、うん、ソフトバンクなんてもう入り最悪だもんね、うん、いつも普通に負けてるもんね、はい、いやソフトバンクってそう最初あれ出だし良くないなと思って、うん、今年はソフトバンクにじゃあ勝てるんじゃないかと思ったらどんどん良くなっていくんですよね、うん、そうですね、うん、で開幕戦もね別に負けてるチームも結構あるし、いますね、ありますね、半分ぐらいはね、セリーグも含めて、うん、そう思うとそんな関係ないですね。ね、なんかそんなメディアとかで開幕だーすって言うほどじゃないでしょ、はい、うん、そうですね、まあ、貯金はあるに越したことないですけどね。で過去ね、はい、一番の開幕連勝は11連勝なんですよ、はいはい、へー、中日とで最も昔のところなんですけど、はい、その時も両チームリーグ優勝はしてるんですけど、はい、1回追いつかれたりしてるんですよ、へー、他のチームに。だからまあするに越したことないんですけど、はい、でちなみにね、うん、我がロッテは、はい、あの開幕11連敗してます。ほう、あれそれ2002年、はい、開幕っすよ、はい、開幕11連敗よ、心が折れますね、まあきついよ、うん、でその時初めて僕開幕したんですからね、はい、あ、なんかその話もどっかの動画でしてましたねだからまあね、大型連敗したらきついですけど、はい、うん、だからまあ借金3でも優勝してるからね、はい、12年の巨人と16年の日本ハムはね、まあ、ここでじゃあ、まあ、借金算しても、まあ、4勝5勝ね、うん、勝ち越していけばそこから、うん、ちょっと全然いけるから、うん、まあ強いて言ったらよ、はい、開幕5カードで負け越しちゃうと、うん、パ・リーグの場合は優勝確率ちょっと 25% ぐらいに減っちゃいますよっていう、うん、はい、うんうんうん、でも巨人セリーグはもう 10% 切りますよみたいな、ね、ああそうですね、うん、だからまあ開幕ダッシュは、うん、多分結論としてね、うん、開幕ダッシュはそんな別に必要じゃないし重要じゃないけども5割以上では行った方がいいよっていうまあその方が優勝の確率は上がりますよね、上がるよっていう、うん、統計から見てもまあパリーグは負け越しても近年優勝してるけども、うん、はい、全体的に見ると、うん、貯金1でもいいからしとく方がいいよっていうね、うん、そうですね、うん、
だからまあ借金4以上したら優勝はもう諦めてください。まあデータ上はそんな感じですね。だから一つ言えるのは借金4以上、はい、借金4以上を15試合でしちゃうともう優勝はないです、はい、だから5勝を10敗、うん、5勝9敗、はい、1分けとか、うんうん、だともう優勝ないです、はい、残念ながら借金3まで、はい、佐藤さんはその11連敗開幕した時は10位何位だったんですか、うん、最下位最下位そういう感じになりますよねきっとねやっぱり連敗はしない方がもちろん、ね、そうですね、うん、いいですし、で開幕連勝、この優勝したチームの開幕連勝でいうと18年の西武が開幕8連勝してます。はい、それがこの近年の2010年まで振り返るとの優勝チームの連勝ですね。うん、セ・リーグでいうと4がだね、去年の巨人の4が と広島の18年が最多連勝、うんですね、うん、で優勝して最多連敗は西武の19年の3連敗、うん、セ・リーグで開幕カード3連敗、だからセ・リーグで開幕カード3連敗しちゃうと優勝しません、うん、データ上はそういうデータ上、うん、はい、パ・リーグの場合は3連敗しても、うん、取り戻せる、取り戻せる、次のカードで3連勝してるからね、はい、だから連敗しているのは3までだね、はい、データ上は、うんうん、まあ、そのぐらいの借金だったらなんとかこうね取り戻せるっていうのはありますよね。でも12年の巨人なんて開幕2連敗ヤクルト1回勝って次5連敗してるからね。本当だ、まあ、そっから怒涛に上げていったんでしょうね。まあ、それでもね負け越してるから、うん、まあ、これを踏まえてね、はい、今日はもう開幕してから多分半分ぐらい来てるかな、何試合かしてますか、うんうん、そこでね、はい、どうなってるのか、うん、まあ、セ・リーグで開幕3連敗してたチームはもうごめんなさい、はい、どっか分かんないですけど、うん、まあ、それを見ながらね、はい、開幕見ていくとね、うん、面白いんで、はい、まあ、4借金4はしちゃダメよ、うん、借金3までだったら取り戻せる、取り戻せる、優勝できる、はい、うん、というところでね、はい、まあ、結論としては、うん、開幕ダッシュはそんな必要ないです。そうですね、はい、絶対ないとこはないですね、ない、うん、その代わり、うん、5割以上ではいった方が優勝確率上がりますよっていう結論でした。はい、で 借金3までだったら優勝まだできるよっていう、ギリギリね、はい、ギリ、はい、ということを見ながら、あなたが好きなチームどうでしたか。